今、日本語が改めて注目を浴びています。日本語の持つ美しさ、奥深さ。日本語とは一体どんな言葉なのか。水着を持っていったので、泳ぐことにしました。泳いでいるとクラゲがいました。どこが帰ってしまう？私たちが今何気なく使っている現代日本語の基礎。実は今からわずか100年前、明治時代に作られたものでした。その立役者の一人が、明治の歌人、俳人、随筆家、正岡子規です。江戸時代以来の古めかしい日本語を生き生きとした近代日本語へと作り変えた正岡子規。しかも、子規はその偉業を23歳からわずか10年で成し遂げたのです。若き日に、夏目漱石、森鴎外らと熱く文学を語り合った子規。その子規を、突然、不治の病が襲います。子規は、残りの命を、日本語の革新に捧げることを決意します。しかし、式の前に様々な困難が立ちはだかります。生活苦、仲間との確執、雑誌廃刊の危機、執筆もままならない激痛、そして死への恐怖。式の志は、その病の重さについえるかに見えました。しかし、その時、式は病床からわずかに見渡せる目の前の小さな庭を眺めながら、新しい日本語を作り出す決定的な鍵を見出したのです。その時、歴史が動いた。今日は、不治の病と戦いながら、日本語の革新に命を懸けた正岡子規、その不屈の挑戦のドラマを描きます。子規庵に来ています。正岡子規が晩年を過ごしたところです。東京上野にほど近い根岸というですね、人情味あふれる、いわゆる東京の下町にあります。明治30年代、ここに夏目漱石が来ました。森鴎外も来ました。そして子規と一緒になってですね、熱っぽくその文学について語り合った場所でございます。また私のここに随分立派なヘチマがありますけれども、そうですね、例えば、ヘチマ咲いて、丹の詰まりし仏かなといったような句を残して、正岡子規が亡くなったその場所でもここはございます。今日の主人公はその正岡子規です。歌人、俳人、随筆家。明治日本の近代化の中で、日本語の改革を志し、それを行った人物でもございます。今日のその時は、明治31年10月10日といたしました。この日は、この正岡子規が中心になって作った文芸誌、ホトトギスが発刊されたその日でございますが、ここにそのホトトギスがございますけれども、ここをホトトギスを舞台にですね、彼はこれまでにない新しい日本語の表現形式を提唱したんですね。それはどういうことかと言いますと、あるものをそこにあるがままに、そのまんまに表現するという写生文という表現形式でございました。それまでの江戸時代以来のですね、古色蒼然とした、どちらかといえば分かりづらい。そういった日本語から誰もが使える、誰もが作れる。そういう、新しい写生文という日本語形式を作り上げたんですね。その写生文を作り上げたのが実は、この子規庵のこの庭なんですね。病床に伏していた子規はですね、活動範囲も狭くて、病床の中からこの庭を見て、一つ一つ写生文を作り上げていきました。さあ、今日のこの番組は、その子規がどのようにして俳句と巡り合ったのか、そしてそれがやがてのその日本語の改革運動にどう結びついていったのか、といったところから話を起こしていくことに。
明治維新の前の年に生まれた正岡常則、後の式は、まさに近代化とともに育ちました。富国強兵、文明開化。ちょんまげが残切り頭になり、鹿鳴館では舞踏会。そんな時代に日本語にもまた大きな変化が起きていました。小説の登場です。坪内逍遥の当世書生家伝、二葉亭四名の浮雲などが人気を博していました。それまでの文章は、例えば、おなじみの南宋里見八犬伝の書き出し。京都の将軍鎌倉の副将、部位を捉えて編集し、世は戦国となりし頃、という具合です。新進気鋭の作家たちは、こうした江戸以来の古めかしい文章を、話し言葉に改めて人々の喝采を浴びていたのです。正岡子規も新時代の波に乗り遅れまいと、四国松山から花の都東京を目指した若者の一人でした。明治17年、18歳で現在の東京大学に入学します。子規はそこで西洋の法律や政治哲学など、新しい学問に出会います。中でも子規の興味を引いたのは文学でした。子規は西洋に負けない文学や近代的な日本語とは何か、友人たちと熱い議論を交わしました。そこに夏目漱石の姿もありました。漱石は後に子規と共に新しい日本の文学を切り開くことになります。また、子規はこの頃、最先端の遊び、ベースボールにも熱中します。実は子規は、日本の野球用語の発明者でした。平成14年、野球殿堂入りも果たしました。例えば、ストライカーは、打つ者、打者。ランナーは、走者。フォアボールは4球。デッドボールは四球。直球、飛球も彼の発明した言葉です。野球の他にこの頃の子規が熱中したもの、それは俳句でした。この頃子規は貸本屋で俳句に出会いました。当時、最も簡単な文章が、最も優れた文章であるという外国哲学者の言葉に感銘を受けていた子規は、たった17文字の詩である俳句に興味を持ったのです。この頃、子規が読んだ句です。寝転んで書を読む人や、春の草。しかし、こうした四季の平穏な日々は、長くは続きませんでした。明治22年5月9日、四季は突然血を吐きます。喀血は1週間続きました。医師は、子規にこう宣告します。結核。結核は当時不治の病と言われていました。子規23歳。この時の子規の句です。うの花の散るまで泣くかホトトギス。口の中が赤いホトトギス。子規は血を吐く自分を泣き続けるホトトギスに重ねたのです。ホトトギスを表す子規という配合はこの時決められました。病が俳人正岡子規を誕生させました。我が命は
今より10年。式は残り少ない人生をいかに生きるか、次のように書き記します。政治家となろうか、文学者となろうか。我は文学者を選ぼう。政治家というものは40歳を超えなければ天下を動かすことはできない。朝夕の命も定まらない身で、どうして40歳を待つことができようか。しかし、文学はそうではない。40歳を待たず、30歳を待たず。残りの命を文学に捧げる決意をした式は、この頃から本格的な俳句の研究を始めます。俳句分類集。過去の数万に及ぶ俳句を、季語や表現の種類によって徹底的に分類しようとするものでした。研究が進むと、式は愕然とします。過去の俳句が、限られた言葉や言い回しを、形式的に組み合わせたものが多いと分かったのです。明治25年12月、生活のため大学を中退した式は、26歳で日本新聞社に入社します。文芸記者となった式は、まず俳句の革新に取り組みます。この頃、式が新聞に発表した俳句批評、獺祭小句俳話です。その中で式は、決まりきった言葉しか使わず形式化した俳句を、平句凡調。新鮮さがなく感情に迫るものがない陳腐な俳句を、月並みと呼んで否定しました。月並みな俳句を脱するためにはどうすればよいのか。式は病を押して新鮮な題材を求め各地を旅します。やがて式に俳句の新たな道を示す出会いがありました。近代的な西洋画を目指す画家たちと知り合ったのです。彼らは目に映るものをそのまま描く写生を基本にしていました。画家の一人は語りました。空想で描けば熟練した老人が若い者に必ず勝つ。しかし写生ならば若い者でも老人を驚かすほどの作品を描くことができる。俳句に写生の技法を応用すれば、月並みな俳句を超える表現ができるのではないか。明治27年秋、式は東京郊外を散策します。そこで式は、目に留まる自然を写生するように、一つ一つ言葉にしていきました。野の花、虫、風にそよぐ木々、移ろう光。目に見えるまま句を読むと、次から次へと新鮮な言葉の組み合わせが生まれました。自然には、形式も、月並みな組み合わせもない。写生こそ、天然を映す新しい俳句を生み出す手法だ。式はそう確信しました。一冊の手帳と一本の鉛筆等を写生の道具にして、我は写生的俳句をものにしようと、目に映るあらゆるものを捉えて、17字に作り上げようとする。遠くに筑波の山を見通す場所に頬を進めたとき、式はその秋晴れの風景を、すぐさま17の文字に写し取りました。赤とんぼ、つくばに雲もなかりけり。
式が俳句の革新のために発見した写生という手法は、やがて日本語そのものを大きく変えていくことになるのです。正岡子規が東京で新しいホトトギスを出版するまで、あと4年。ゲストのご紹介です。クラムニストの天野由紀さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。まず、押さえておかなきゃいけないのは、この写生という手法ですね。なぜこの時式は写生でなくてはいけなかったのか。そうですね。やっぱり、ちょうどこの、式なんかの時代はね、新しいこう、文明開化の波がどーっとこう、押し寄せてくる時ですね。だから時代そのものが大きく転換する。そうすると、その新しい時代の中での物事とか考え方とか、そういうものに、こう、を表現するのにね、ふさわしい、新しい言葉、あるいは文体、そういうものがどうしても必要になってくるわけですよね。それには、西洋画のような、あるがままに対象を捉えて描いていくというふうなね、そういう技法が一番向いてるんじゃないかと彼は考えたんだと思いますね。で、それは式とほぼ同世代でちょっと式より若い幼井薫さんっていう、はいはい、その日本のね、はい、演劇新劇の父と言われてる人、はいはい、役者さんに歌うな語れって言い続けてたらしいんですね。でやっぱり歌舞伎役者がシェイクスピアやるわけですね、当時としては。そうするとどうしても歌舞伎町のこう言い回しになってこう見え切ったりしてしまう。でそうじゃないんだと、シェイクスピアはもっと歌い上げないで淡々と語るんだっていうふうな、こうこと、それもね、僕一種の写生に通じるものだと思うんですが、式はそれを、つまり歌うな語れっていうことを文章表現の上で言った人なんじゃないか、そういうコンセプトを初めて出した人なんじゃないかなという気がします。このようにして、その俳句革新への、その呪しを上げた、この正岡子規でございますけれども、しかし、やがて彼はですね、病を得ることになるわけですね。で、そんな、その困難が立ちはだかる彼の前にですね、実は、ある人物たちとの出会いがあります。この人物たちが、彼を後押しするわけですね。彼の俳句の革新、日本語の革新を後押しすることになる。さあ、その彼らとは一体誰だったのでございましょうか。明治27年、日本を揺るがす大事件が起こりました。日清戦争です。近代国家日本が初めて体験する外国との大規模な戦争に、新聞社は競って現地に記者を送り込み、戦況を報じました。明治28年4月10日、式も病を押して従軍記者として中国大陸に渡りました。しかしこの時、式は激しい喀血に見舞われます。長旅と戦場での生活は、式の病状をさらに悪化させていたのです。従軍は式の残された命をさらに縮めることになりました。式はこの時の思いをこう記しています。学問はまだならず、病魔は激しく我を責める。過去に何事もなし得ず、未来に何事かをなすことも困難となった。父上、許したまえ。我は不幸のこなりけり。明治28年8月、式は病気の療養のため、ふるさと松山に帰ります。そこには意外な人物が待っていました。かつての同級生、夏目漱石です。漱石はこの時、英語教師として松山に赴任していました。漱石が愚陀仏庵と名付けた下宿。式はここで、漱石と同居を始めます。やがてこの愚陀仏庵に若者たちが続々と詰めかけ、式を驚かせました。
東京で写生という新しい俳句論を唱える式に学びたいというのです。式は自分が起こした俳句革新がふるさとの若者たちにも求められていることを知り、自信を取り戻します。式は夜も仕事から帰った漱石と俳句や文学について語り合いました。その様子を若者の一人が記しています。隣の部屋から四季と漱石の会話が聞こえてきた。東京で大いに日本の文学を起こそうと互いに抱負を語り合っていた。四季は若者たちが写生の技法で新風の俳句を次々に生み出すことに驚きます。四季は写生という方法には俳句だけでなく日本語そのものを革新する力があると感じ始めていました。明治28年、式は日本新聞に、俳諧太陽という記事の連載を始めます。俳句は文学の一部である。式は近代俳句の誕生を宣言します。そして、写生による俳句の新しい可能性を説きました。たびたび経験の上、写実も少しできるようになれば、写実ほど面白く作りやすいものはない。空想の陳腐を悟り、写実の斬新を悟る。東京根岸四季庵。久しぶりにここに戻った四季のもとには、俳句だけでなく小説や短歌、評論など、様々な文学を志す人々が集いました。新しい時代にふさわしい日本語をめぐって、日々議論が交わされました。集まった仲間には、旧友夏目漱石。従軍記者の頃、現地で知り合った森鴎外の姿もありました。そして、四季が目をかけていた同郷の後輩、高浜虚子。四季の写生という考え方は、これまでの日本語の表現を変えるものとして、俳句という分野を超えて仲間たちに広がりつつありました。そしてこの頃、四季自身の写生句も深まりを見せていました。柿食えば、鐘が鳴るなり、法隆寺。しかし、病は確実に四季の体を蝕んでいました。四季庵には、四季の苦しみを物語る机が残されています。執筆に使った机の板は、伸ばすことのできない左足の膝が当たらないように、その一角が切り取られています。四季は体中の痛みに耐えながら、写生による俳句、文学の改革を訴える原稿を書き続けます。しかし、死と向き合う四季の心に、ある恐れが膨らんでいました。四季は友人への手紙にこう記しています。小生の命は、明日をも計られぬもの。小生の事業は、小生一人の代で終わることになる。頭の中にある文学思想は、闇から闇へ消えていくことになる。四季は、俳句、文学、日本語を改革するという大事業が、病によって挫折することを何よりも恐れていたのです。明治28年12月、四季は近くの公園に同郷の後輩高浜虚子を誘いました。この時、
四季は虚子を自分の後継者にと考えていました。四季はこう切り出します。君は学問する気があるか。虚子に俳句を作るだけではなく、俳句改革のための研究も引き継いでほしいという思いでした。虚子は答えます。文学を志してはいますが、嫌いな学問をしてまで名誉を求め、野心を起こそうとは思いません。この時、まだ22歳の虚子には、死を前にした四季の思いを汲むことはできませんでした。虚子の拒絶に衝撃を受けた四季は記しています。死はますます近づいた。そして文学はようやく佳境に入った。しかし書きたいと思う時に紙が尽きてしまったということだ。四季が東京で新しいホトトギスを出版するまであと3年。日清戦争に記者として従軍した正岡子規ですけれども、その後どん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 病は重くなってまいりました。またまた失意の底に沈む子規でありますけれども、そんな子規にふるさとは優しゅうございました。愛媛県松山のふるさとに帰った子規はですね、そこで夏目漱石あるいは松山の若者たちとにから元気をもらいます。そしてその俳句の革新の意欲を再び燃やしてですね、また東京に出てくるわけですね。しかし気力の充実とは裏腹にですね、その体力は明らかに衰えていきました。そんな中でいよいよ今日のその時を迎えるわけでございますけれども、さあ子規はどのようにして俳句の革新を、日本語の革新を成し遂げるのでありましょうか。明治29年3月、病による痛みは子規の左足から全身に広がっていきました。医師は、結核菌が骨を侵す結核性カリエスと診断します。動くたびに激痛が走り、子規は起き上がることも難しくなっていました。子規は、後にこう記しています。痛みの激しい時には、しようがないから、うめくか、叫ぶか、泣くか、または、黙ってこらえているかする。盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと、少しく痛みが減ずる。その式に、さらに困難が立ちはだかります。明治30年1月から、故郷松山で仲間が発行していた俳句雑誌ホトトギスが、休刊の危機を迎えていたのです。四季の配合を名とするこの俳句誌は、写生の技法を広めるためのものとして、四季も期待をかけていました。この俳句誌を廃刊にしてはならない。四季は、このホトトギスを東京で引き継ぎ、なんとか継続させたいと願います。それには、体の自由の利かない自分に代わって動くことができる、同志が必要でした。頭に浮かんだのは、やはり高浜虚子でした。後継者の依頼を拒絶されて3年、子規は、ホトトギス存続の協力を求める手紙を虚子に送りました。奇景と小生と、二人でやっていかねばならぬ。もし小生病気したら、奇景一人でやらねばならぬ。小生の心の中は察してくれたまえ。ただ、奇景の決心次第だ。虚子からの返事が来たのは、7日後のことでした。その虚子からの手紙です。
体型と二人でやる。石に食いついても今後の雑誌の件では挫折しない。百年の後はあっぱれの体型の光景として恥じないようになろう。虚子は四季の思いについに応えたのです。虚子は新たなホトトギスの発行に向けて奔走します。四季の病状は悪化し、やがて一歩も動けない体となりました。彼は我が身を横たえる布団を敷いただけの空間を病床六尺と呼び、こう書いています。病床六尺。これが我が世界である。しかも、この六尺の病床が、世には広すぎるのである。わずかに一畳の活路を、白のうちに求める。死と向き合う四季は、この小さな世界から、新しい日本語を探す最後の挑戦を始めます。四季は痛みをこらえ、庭を見つめました。草、花、虫、風、日差し。そこでは見慣れたはずの者たちが、刻々と、ただ一度限りの姿を見せていました。写生は天然を映すのであるから、深く味わえば味わうほど変化が多く、趣味が深い。四季は筆を取り、文章を綴り始めました。我に20坪の荘園あり、桔梗、なでしこは実となり、朝顔は花のやや少なくなりし、八月の末より待ちに待ちし萩は一つ二つほころび染めたり、ハゲ糸は少し傾きしばかりなり、痩せてよろよろとしながらなお燃ゆるがごときくれない、しだれて糸美し。四季は初めて見たままをそのまま文章に綴りました。写生文の誕生です。この写生文こそ新しい日本語を切り開くものだと確信します。四季はそれを広く知ってもらいたいと熱望しました。明治31年10月10日、それまでの俳句だけのためではない新しい文芸誌ホトトギスが東京で誕生しました。そこには四季のあの写生文荘園の記が掲載されました。読む者が自然に四季と共に庭を見ているように感じさせる写生文は大きな反響を呼びました。写生文は新たな文学を求める人たちにこれまでにない日本語の表現として受け入れられていきました。さらに四季は一般読者に写生文による日記の投稿を呼びかけます。何気ない日常をありのままに写し取れば誰にでも文章は書ける。それが新しい日本語の誕生を夢見る四季の考えでした。募集に応じ日記を送ってきた人たちは、小学校の教員、鍛冶屋さん、牛飼い、農家の人など、様々な職業に就く人々でした。通勤日記。7時に5分前、学校に着く。生徒、喧嘩して2人とも泣く。
煩雑の縫い物に昨日の絹物仕上げて父上の炉の羽織にかかる。例のごとく牛舎の日記。13日、母牛はしきりに振り返って子牛の方を見ては泣いている。田植え日記。6月8日、僕は蚕を飼い、桑を少し摘みて田植えに行く。四季が自らの死を見つめながら生み出した写生文は、誰もがありのままに自分の周りのことを書ける時代を切り開きました。写生文はやがて夏目漱石らの小説にも取り入れられ、近代にふさわしい新しい日本語を誕生させることとなったのです。さあ、天野さん、今日のその時をどうご捉えになりますか。文庫を開いて、みんなにどう自由に書いてください、投稿してください、はい、それは非常に画期的なことだったと、作家とか劇作家とか書記とかね、そういう書くという行為はもう本当に一部の限られた人たちのものだったのが、これ誰でも書けるんだっていうことになっていくわけですよね。柳田邦男さんなんかが書いてらっしゃるけど、四季の提唱した写生のね、考え方によってですね、日本語と、日本語の表現と、あるいは文章と、生活が結びついた。芸術だけじゃなくて、生活と文章というものが結びつくきっかけを作ったところがですね、文学的功績以上に実は大きいんじゃないかっていうようなことをおっしゃってますね。ですから、ホトトギスも写生文というのも、これは運動なんですね。夏目漱石の文学とかですね、あるいは、伊藤幸男さんのですね、野菊の墓とか、はい、どれもみんなこう、写生という方法論をベースにした文学が、四季さんのこのホトトギスから生まれていく。20世紀のね、日本の文学史が、オーバーに言うと始まったと言えるくらいに僕は思ってますね。どうもありがとうございました。最晩年の正岡子規は、それこそ本当に想像を絶するほどのこの痛みに、苛まれながらですね、しかしその写生文を書き続けていたわけですね。で、今日は番組の終わりにその写生文を、もちろん一部ですけれどもご紹介しようと思うんです。そのご紹介をもって今日は終わります。今夜もご覧いただきありがとうございました。愛媛県松山市四季記念博物館。ここに最晩年の四季の手紙が残されています。手紙には激痛の中、文章を書くことに命を燃やした四季の心情が綴られていました。四季が連載していた病床六尺が、ある日病状を心配した新聞社によって掲載休止となります。この時、四季は手紙で次のように訴えました。僕の今日の命は、病床六尺にあるのです。その中で新聞を開けて病床六尺を見ると、わずかに蘇るのです。今朝新聞を見た時の苦しさ。病床六尺がないので、泣き出しました。もしできるなら、少しでも、乗せていただいたら命が助かります。東京根岸四季庵。連載の休止から4ヶ月経った明治35年9月14日。この朝、四季は筆を持つことも難しく、見舞いに来ていた高浜虚子に筆を取らせ、庭の眺めを口述しました。9月14日の朝。今朝起きてみると、
精神は非常に安穏であった。そのままにガラス障子の外を静かに眺めた。正面にはお見返しが一番高く咲いて、系統はそれよりも少し低く五六本散らばっている。世は病気になって以来、今朝ほど安らかな頭を持って、静かにこの庭を眺めたことはない。ヘチマの葉が一枚二枚だけ、ひらひらと動く。なんだか苦痛極まって、しばらく病気を感じないようなのも不思議に思われたので、文章に書いてみたくなって、世は口で綴る。この文章は、ホトトギスで発表されました。これを書き上げた5日後、式は亡くなります。新しい日本語の獲得にその命を捧げた、正岡子規。35年の生涯でした。